でもほんまにさ、くじ引きとかにするみたいな多分俺と龍太郎はまあちょっと分抜けてたっていう、そうちょっとスタメン外れてる時期もあって、まあ大げさなんですけど命がけみたいな感じで、ちょっとね、せっかく高橋龍太とあとは剣が来てくれてるんで、まああの静学時代のこと深掘りしつつね、将来的に多分この2人は結構バケモン級になると思うんで動画出た瞬間さっきまでめっちゃ座ってたのにまあね、そんな感じでいろいろ聞いていければと思います。はい、じゃあちょ、まあ知ってると思うけど一応自己紹介お願いします。静岡学園高校出身の寺浦剣です、うん、中学は静岡 FC、うん、で一応フットサル日本一になってます。すごい、はい、まあ、一応静岡ユースと U18 代表候補までは行きました。あーなさなさ。見てみて、こっち清水シトレス。誰も知らん。静岡学園高校出身の高橋龍太です。小学校は長岡京 SS っていう少年団、京都のところでやってたのと、中学時代はガンバ大阪ジュニアス行ってました。ガンバ時代に冬の高松宇都宮杯で全国優勝してます。すごい。10番でした。ガンバ20番ありがとうございます。え、高校は選抜で、あー高校選抜と静岡県選抜です。代表は18はないですね。16、17代釣りの逆です。すごい、ちょっと恥ずい。ちょっと負けたか。ないポジションちゃう。じゃあ簡単に2人にちょっと聞きたいことがありまして、最初にね、うん、最初に一番聞きたいことがあって、何アミーゴって知ってる？いや誰も知らん。おいずっと狙ってたね。そら感じで見たことある？そしらそしらが、そうです、見たことある？あります。え、TikTok で TikTok おすすめ出てきます。3位ってやつ。第3階段ダッシュ、あの静学の矢田グラウンドって1階と2階分かれてるんだけど、この間の階段がまあ長い。2位マグロ、グランド内のなんか8の字とか一周ずっと走る走りなんだけどマジ終わり見えん。1位ドリーム、マジ1年に1、2回現れる走りなんだけど、あの昼から走り始めて日暮れる。あの、ね、ちょっと今日 TikTok もコラボ撮ったんでね、うん、ぜひ YouTube ご覧の方も、ね、見ていただければと思います。面白いね、うん、鶴木、まあでも先輩だもんね。そうそう、静南と、まあ、学園の一応先輩で、うん、たまに練習も来てもらってたんで1対1からやってましたね。マジやってるね。一緒やってたんですよ。なるほどね。まあじゃあそんな感じで一応静学の先輩後輩プラスそういうつながりもあって今日動画撮らせてもらったんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速本題に入っていきたいと思います、うん、なぜ静学を選んだのか、うわ気になる。じゃあ最初は鶴井から。あ、俺から。まあ小中とドリブルしかやってこなかったんで、うん、まあ高校もはやっぱり自分のドリブルを生かしたいけど勝ってるチームに行きたかったんですね。なるほどね、はい、勝ち上がれるチームに行きたかったんで、まあ静学を選びました。一択、うん、もうほとんど一択でした、うん、中3の時は。はい、ありがとうございます。はい、もうこっちはね、ガンバの10番で日本一になったらどのチームでもいける変な話ぐらいだよね。だってもちろん多分ユースは上がるから、そんな中でなんかガンバから誘いがあったのかとか、なんで質が怪我なのか気になるけど。そうですね、まあまずはこう自分の良さを伸ばしたいっていうのが一番あって、それを考えた時に哲学の練習参加した時にすごい練習内容とかが面白かったし自分のためになるなっていうのを感じて、まあ、すごい他の高校と最後まで結構いろんな悩んだんですけど、うん、静岡学園にして本当に良かったなっていうのを思います。なるほどね。じゃあ2人とも本当ドリブルを生かしたくて、ね、はい、ちなみになんか有名どこに届くかなオファーしたりとか言える範囲で地元の京都立花と、東福岡と静学の3つで悩んで、まあ、他もあったんですけど絞ってその3つにで橘を1回
話にして、東福岡と静学でもうほんまに決まんなかったんですよ。そうなんだ。ずっとこういろんな人に聞いても、うん、めっちゃくちゃ意見が分かれて、50-50 でもほんまに最後くじ引きとかにするみたいな話になってたんですよ。そうなんだ。けど自分としては静学が行きたかったっていうのちょっとあったんで、うん、けどやっぱまあいろんな人の意見も聞いて、うん、けど最後は自分で決めって言われたんで静学行かしてもらいますっていう。なるほどね。静島でした。じゃあ赤いユニフォームの高橋優太がワンチャン、ワンチャンあったっすね。なるほどね。入った時の、入学しました1年生で入ります、中学の何か印象とかある？まあ、1年の時はやれました。全然多分俺と龍太がまあ、ちょっと分抜けてたっていう。そうなんだ。抜けてたわけじゃないですけど、まあ、サイドハーフだったらこの2人だろうみたいな。まあ、2トップやったんですよ。あ、そうなんだ。自分の2トップやった。はい、1年の時から2人は結構もう主力級だったその代。それともじゃあ1年途中で H が、はい、自分は1年生チームでやった時にまずはこう人数に圧倒されました。90人ぐらい。何人いる？1学年90人ぐらい。覚えてる。やばいね。優勝したからか。そうそう、増えたんです。誰もパス出さないわけじゃないですよ。みんな持ちたがるんで、自分の欲しいタイムに1個も出てけえへんっていうのがあって、すごいやりづらさっていうか、あ、なんかこれが静学なんかみたいな。けど、まあ、正味ほんまに余裕やったって1年の最初の時は。そのまあチーム分けもないんで全員ミックスでやるんで、なんで結構早く上に上がりたいっていう思いがあって、まあ、そんな時にポンって剣とかでチームに引き抜かれてっていうのが結構早い段階だったんで、結構な入れっちゃ入れぐらいで上がって早かった、うん、なんで、そうですね、すごいそれが良かったかなって思います。ありがとうございます。まあ、結構俺らからしたら、なんか2人ともトントン拍子にさ、なんか、まあエースとして扱われてたのかなと思うんだけど、2人からしてなんか一番苦労したことっていうか、静学入ってこう、なんか一個壁だったなみたいなことが、もしあれば。2年、3年がちょっとやはり壁だったんです。そうですね、まあ2年の夏は上がれるチャンスはあったんですよ。遠征に連れてってもらえるチャンスあったんですけど、赤点で行けなくて勉強ね、はい、みんな通るよね。そうですね、夏に赤点で行けなくて、うん、で冬は普通に打ちました。そうなの。はい、選手権、まあ、古川陽介さんじゃないですか、まあ、その存在がまあでかいじゃないですか、うん、絶対的に左サイドハーフなんで、俺がベンチにいるよりはまあ B チームに出た方がいいからって言われたんですけど、まあ、ずっとそのまま行っちゃったって感じです。1年は結構選手権前に落ちました。で、3年も夏から何月、9月、10月ぐらいか、まあ、ちょっとスタメン外れる時期もあって、まあ、その時に努力したんで、またちょっと点決めれるようになったんで、まあ、まあ、そこの干された時に進めるんじゃなくて、頑張る、努力するっていう経験はまあついたんじゃないですかね。いいことね。はい、で18代表。そうですね。すごいすごい。ちょっと前までスタメンじゃなかったの。自分は、まあ、2つあって、ここは2年の時にポジション争いしてたのがエスパルス内定の川谷凪君なんで、うなぎくんともう何でしょう、まあ、どっちかが出るじゃないですか。でも正直フルで出ることはなかったんですよ、変わって。だからちょっとでも前半悪かったらもうダメで、もうなぎくんが出て、で次の週は絶対なぎくんが出て、だから本当に試合出ても常にこう練習から本当に勝負で、もうその週練習評価高いやつが出るし、試合にはなんで毎日毎日が本当にやたに行くのが、まあ大げさなんですけど命がけみたいな感じで、まあすごい苦労したというか大変やったし、けどそれがまあすごい伸びたかなっていうのと、あとは3年になってこうまあチームを勝たせられない時期っていうか、まあ、ちょっと続いたというか、まあ、最初はすごい上手いに勝ったんですけど、良かったよね、はい、ね、途中からは夏以降ちょっと落ちちゃって、まあ、その時にこう自分が十分として勝たせられないっていう、まあ、結局選手権も負けてるし、2敗も出れてないし、まあ、そういうのでこうすごい苦労したというか、自分のまだまだ未熟さに気づいてきましたし、それを今後どう生かすかっていう、まあ、すごい、そうですね、いろいろちょっと悩んだっていうのがありました。なんかそっから抜け出したというか、ね、
はまあ選手権負けて、うん、で、すごい立ち直るっていうか、それに時間がかかっちゃって自分自身も、なるほどね、で、現実受け入れられなかったんですけど、もう最後残ってるプレミアを最後みんなで何としても結果出そうっていう話で、うん、結局4試合あったうち1回しか負けてなくて最後、結構結果的には良くて残留も決めて、そういう中でやっぱそこは最後はチーム一丸となってやれたかなと思います。なるほどね、いい感じで撮るね、真面目に喋ってくる、うん、まあまあ関西人2人が、いやいやいや真面目な質問来たら真面目に来ますね。結局何位だったんですね、4すごいよね、一応過去初らしいですよ、そうなんです、最高なんだ、あれ今年の高校の一番順位高いです。え、あのイーストイーストですか。でも山田も弱いよね。そのチームまあ4位とか。4位やけど勝ち点で俺の方が上手い。ハイライトとかさ、別に一試合見たらあったけど、なんか普通にやれてるよね。なんかいや基本握りますボールは。だよね。サガンとスぐらいですね。あそこからあのゴールしてた。デュータからもらって足。ああ。トスのね。あれハイレベル。トスに勝ってますからね。確かに。やばいよね。奇跡ですよ。あ奇跡なんだ。全然奇跡。チーム一丸となったから戦ったっすね。今後の目標をちょっとやっぱ聞きたいなとか、まあ、大学で頑張る、プロで頑張る、あると思うんですけど、やっぱり最後のでっかい夢とちょっとまあ、ね、今後数年以内ここ目指していこうかなみたいなあればお願いします。でっかい夢はまあワールドカップに出場する、うん、やっぱり、まあ、年齢的にもまだ目指せる年齢ではあると思うので、2022年ワールドカップ見ててもやっぱ熱くなったですね、日本全員が。あの間に立てるチャンスがあるなら、この4年間か8年間は頑張りたいですね。で、まあ、手前やったら、まず1年から1年、2年で大学で出るんです。で、そこでインカレか、総理大じゃないか、全国で優勝したいですね。で、あとはまあ、個人はプロになります。なるほど、特別に。めっちゃ決まってるね。まあ自分としては結構近場の目標はすごい明確で、うん、とりあえず早く18試合に出ることで、うん、それがやっぱそこじゃないと始まらない、うん、だからプロ行ったかといっても試合出ないと意味ないと思ってますし、うん、でまあ中期的な目標で言ったら、うん、3年後4年後にはいち早く海外に飛んでそこでプレーするっていうのをすごい目標にしてて、それを絶対達成したいなっていう、うん、まあ最後はビッグクラブでプレーして、でワールドカップで自分の活躍して、その日本を背負うような選手になったらなと思います。ありがとうございます。最後、小中学生というか、うん、今の2人よりも下の世代に向けて何かアドバイスとか言葉があればお願いします。まあサッカーは、うん、まあ楽しくやるもの、うん、親に強制されるわけでもなく、ただ自分がやりたい時にやるもの、親に自主練しろって言われたからするんじゃなくて、自分がしたい時にして、でまああとは変なプライドを持たずにひたむきに努力することが大事だと思います。いいね、はい、チェイで、まあ小学生の時は正直何したらいいかわからんかったし、自分ももうお父さんとかコーチが提示されたメニューをやるのがなんでこれやらなあかんねんとなると思うけど、嫌な練習もあるし、けどそれがこう、まあ、高校生とかなってほんまに生きてくるから、うん、それを自分で信じてこう自分やったらやれるっていうのを思って、そのほんまに練習するしかないと思います。でまあ自分としてはこの身長でもプロでやれるっていうのを子供の皆さんに夢与えられるように頑張るので見ててください。はい、持ってったね、流れで語彙力ゼロ子供の皆さん語彙力、解力、解力まあね、そんな感じで、うん、2人ともだって身長だってそんなにでかくないしね。そうっすね、身体能力もじゃあめっちゃ高かったよ、確かに。全然高くないですけど、活躍できるってところは証明してくれてると思う。2人の活躍を、まあみんなで見守ってぜひ頑張っていただければと思いますので。はい、ありがとうございます。あ、静奈 FC YouTube やってます。やってます。静奈 FC YouTube。あ、高橋龍太のインスタグラムフォローしてください。あ、俺も概要欄貼ってまーす。いい、ね、概要欄貼ってま す。みんなインスタフォローして。カメラマンはなんかクラブアトレシコ91インスタやってるんでぜひ見てください。お願いします。ブインス2人です。あ
じゃあそんな感じで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。We can grow a high five, not talking box. 惹かれ合って触れ合って凝れない。